I've forgotten what it's like to be a child. みなさんこんにちは、浅田真央です。本日はメリーポピンズリターンズ前夜祭にお越しいただきありがとうございます。いよいよメリーポピンズリターンズが日本にやってくるということで、私もずっと楽しみにしていました。そして本当に31日今日のみですね、私の魔法のエキシビジョンもこの大スクリーンで流れるということで、そちらも本当に楽しみにしていました。皆様も一緒に楽しみましょう。本日はよろしくお願いいたします。そして全国65の劇場で今皆様と同じようにご覧になっている方々がいらっしゃいます。そのライブビューイングの皆さんに、はい、こちらのカメラでございます。よろしくお願いします。皆さんこんばんはこの大スクリーンに私が映ってるんですもんね、はい、今きっと。そうです、そうです、向こうでは東宝シネマズの、はいはい、見えてますかね。聞こえるわけはない。反応なさってますよ今、キャーとか。そうですかね、でかいとかいろいろお越しいただきありがとうございます。浅田さんとメリーポピンズの出会いを教えていただけますか。はい、私が22歳の時にこのメリーポピンズという曲に出会いました。振付師のローリーがこの曲で滑ったらどうって言ってくれて、私その時ちょうどちょっと悩みとかいろいろあってなかなかうまくいかない時期で、メリーポピンズの曲はすごく元気になるし楽しくなるから、ぜひこれを真央に滑ってもらいたいという曲でこの曲になりました。もう本当に夢のある魔法の世界なので、本当に見ているだけでもちろん心温まるところもあり、笑いもありハッピーもありっていう、本当に見応えたっぷりなメリーポピンズリターンズになっていると思います。とってもカラフルでね、色が綺麗でしたね。そうですね、はい、アニメーションなども入ってくるので、はい、うん、そちらの方もすごく楽しい映像になっているのかなというふうに思います。はい、音楽についてはどのように思いになりましたか。私が2012年の頃に滑ったメリーポピンズの方はすごく皆さんもご存知かと思うんですけど、スパカリフラジリスエスピアリドーシアスの歌がすごく印象的だとは思うんですけども、このメリーポピンズリターンズも本当にどの曲も素晴らしい曲がたくさん入っていますので、映画や映像だけではなくて音楽でも楽しんでいただけると思います。魔法が使えたらどんな魔法をかけたいですか。魔法が使えたらですか。そうですね、私本当に食べることが大好きなので。そこですか。たくさん食べれる胃袋があと2つぐらいもらって、でその食べても太らないっていう魔法を自分にかけたいです皆さん想像してらっしゃいます。今3つここにあって、はい、あってそれで滑ってるっていう、はい、はい、でたくさん食べてもスリムになっていられるような、はい、そんな魔法を自分にかけたいなと思います。そうですか、はい、色気ゼロもうちょっとなんかそういうのがあってもいいのかななんて老婆しながら、まあ そ, ね、ね、そんなことは思いもしませんでしたね遠いですね。そうですね、いつになるんでしょうか浅田さんが毎日をカラフルにするために行っているっていうことはありますか。そうですね、今は全国これからまたサンクスツアーで回るんですけども、スケートだけではなくていろんなものを見たりいろんなことを感じたりいろんなことを経験することですかね。本当にそうすると私の気持ちもすごくいろんなレインボーのようなカラーになりますので、はい、できるだけスケートだけではなくてそういった活動もしていけたらいいなというふうに思っています。一回去年の12月頃にオリジナルのメリーポピンズリターンズの映画を見た時に、一応こうどんな振り付けにしようかな、どんな曲を使おうかなっていうのを考えて、それから振り付けを始めました。本当に一回では見切れないほどもういろんな展開がありますので、映像だけではなくて衣装だけではなくてフィギュアスケートのいろんな技とかもたくさん入っていますので、はい、また後日改めて何度も皆さんに見ていただきたいと思います。はい、この街灯がリンクの上に、はい、そうですね、メリーポピンズリターンズでも出てきますので、はい、そうですね、はい、ロンドンのね、はい、街に一気に行ける感じです。
そうですね、ここのちょうど盛り上がりのところで私の顔が見えたらいいなと思って、はいはい、作りました。この後もちょっと魔法がかかってるんですけど、はい、何回も見ていただけたら分かると思います。もう魔法今一個かけましたね。分かった方いらっしゃるかな。He would read me lots of stories when he wasn't on the source. Now I'd like to share the wisdom of my favorite bibliophile. ここはあの子守唄の曲なんですけども、はい、映画でも本当に感動する場面になってますので、ね。これまたね、軽やかで素晴らしい鮮やかな、これ飛ぶとやっぱりこう華やぎますよね。そうですね、はい、桜が散ってますね。桜散ってますね、はい、桜通り17番地でしたよね、映画の。そうなんです、あの、はい、マイケル一家が住んでいるところが。これスケート靴もすごく可愛い、ステップもすごい素敵。見事です。あの、私の魔法のエキシビジョンはもう終わってしまったんですけども、ついにいよいよこのメリーポピンズリターンズが上映されますので、皆さんぜひ楽しんでください。大きく映ってます、全国の皆さんですもんね、はい、あ、エキシビジョンいかがだったでしょうか。聞こえないあの、またあの後日また見れますので、そちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。あのメリーポピンズリターンズも本当に素晴らしい、心温まる夢の、あの物語になっていますので、そちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、バイバイ。もう切られてるかもしれない。そうそう、そんなことないです。